8月14日のケリヒメスイーツ、はい、今日やるものといったら急いでザックザクぐらいかな。花火のやつとかはまだ日にちあるね。ちょっとやってみよう。レッツゴー。どういうステージだっけ。なんか最後がペンギンになった気がする。大冒険の始まりよ。最初からペンギンか。チョキのところは簡単だったからグーをないがしろにしていたのか。だから途中までしかクリアしてなかったんだな。でもグーで押す。よし、大きくなればいい範囲。折り寄せるかな。まだ3つ目だからいいけど。これで大きくなって、ここら辺だったら取れるか。手前の、取れない。足りないかもしれない。大丈夫か。そもそも知らなかった敵が。結局強戦士任せ。こいつをやったことにより各地域の花火大会が中止になり、悲しむ浴衣の男女。これはカップルを呪ったケリ姫の呪いのストーリー。悲しむ中一人微笑む姫。実はこの姫は悪側だったというわけだな。経験値溜まってるからなんか突っ込んどこ。パッパラパパ。おしゃれアイテムはどうしてもね、こうなっちゃうよな。入れるものがないと。よし、じゃああと4、5。お、花火が作れる。どっち作ろうか。これそろそろさ、大成功率アップとかくんじゃない、明日あたりで。なんかそんな気がしてきたぞ。手持ち大花火ってなんか危ない気がするよね。それ手で持つやつじゃないんじゃないのかっていう。そういう危ないことするやついるよな。手持ちじゃないのに手で持ってうひょーってやるやつ。怪我してしまえ。あと7日間ある。レッツゴー。あ、素材の方が良かったんだっけかな。あの黒い粉、あれは素材ドロップかな。ボスぐらいかね、ちょっと強そうなのは。あ、間違えた。でもこっから撃ては。よし、ちゃんとドーナツを取らないと範囲が足りないかもしれんからな。よいしょ。人ゲージ減らしておく。強戦士が復活。難易度自体は大したことはなさそうだな。よくやったわ。褒めてあげる。ここは割と抑えめの難度でどんどん周回をしようねっていう感じかな。というか経験値がまあまあ良さそうだね。武器経験値4倍で4つ目であの経験値だから。
となると次でカンストしちゃうので、はい、ここで適当なところに突っ込んでおきましょう。スキル持ちの武器ちょっと欲しいな。強戦士レッツゴー。楽するぜ。強戦士でどんどん楽をさせてもらうぜ。大冒険の始まりよ。このあ取れなかった、やべ。4つ取れないってことはギリか。18だから残りを全部取ればギリ足りるのか。デボスハートが10。まあこれでいいか。あとは強戦士でゴリゴリ、天空人だとね属性不利で。まあ、これだけ強戦士1回の攻撃で減らせりゃ。待てよ、クリアターン数大丈夫か。7蹴り以内、まあ大丈夫でしょう。2バトル目までを1蹴りで終わらせてるし。惜しい。ジャッジメント、あといくつだ。ハート210。あー削りきれなかった。これでいけるかな。ちょっとハートの数が多いからね。音楽もここまで長く聴くの珍しいね。あそこに達するまでに大体終わっちゃうからね普通。そんなに増えないね。さっきも6000でこれも6500かっこ4倍。もうちょっと多いと思ったんだけど。で素材とかが手に入ってまたこれを作れると。あーこの火薬以外の素材の消費がもったいない。すぐ手に入りはするけども一応貴重な素材だからな。出ないねー。はい、ということで本もなくなったんで今日はこれぐらいにしておきましょう。明日何の更新かな。また明日。